皆さんこんにちは、魚太郎です。今回は無回転ラボオーナーについて解説していきたいと思います。よろしくお願いします。まずはこちら、完全無回転の縦に落とすタイプのラボオーナー無回転です。ラボオーナー無回転を行う際、普通のキックの無回転とは違う点が1点ございます。普通のキックの無回転の場合はよく押し出すように蹴ると言われますが、ラボオーナーの場合は違います。足を抜いてきましょう。それでは足を抜くという行為について説明していきましょう。映像をご覧いただくとわかると思うんですが、今はインパクトの瞬間を一時停止しております。ボールを蹴った瞬間、そしてその後の動作をご覧ください。お分かりいただけただろうか。この後の動きに注目です。ボールが足に当たった瞬間に足を逃がしてあげます。つまりボールとの接地時間が短いということです。ボールに触れる時間が長ければ長いほど、その分回転が生まれます。なぜ普通のキックの無回転のように押し出す動作がダメなのと言いますと、ラボーナの場合は軸足がブロックしているためです。押し出す動作がうまく伝わらないということで考え出されたのが、この足を抜いてくる無回転になります。さあ、ここでもう一度映像にご注目いただきましょう。インパクトして足を抜いてくるこの瞬間、くるぶしがボールの飛び先に向くように足を抜いてきましょう。足の甲で捉えて、捉えた後にインサイドがボールに向くようなイメージです。こちらは別の動画ですが、蹴り方は同じです。次に大事なポイントについてご説明いたします。完全無回転の縦に落とすタイプの無回転を蹴る場合には、足の甲は甲でもつま先寄りの甲でボールを捉えましょう。気持ちつま先寄りです。続きまして、弾道が速いタイプの、ラボオーナー無回転になりますが、基本的には蹴り方は先ほどと全く一緒です。では何が違うのか、それをざっくりですが説明いたしましょう。今回外でボール蹴ったのが5ヶ月ぶりということもあって、ちょっとだけボールに回転がかかってしまいましたね。申し訳ございません。それを踏まえた上で説明していきます。何が違うかと言いますと、インパクト時のミートポイントが違います。もう一度映像にご注目ください。先ほどの無回転では足の甲は甲でもつま先寄りで捉えると言いましたが、弾道が速いタイプは逆です。足の付け根寄り、つまり深い位置でボールを捉えることがポイントです。足の深い位置でボールを捉えることによって力がボールに伝わります。スピードは速いけれども変化が少ない無回転なのか、スピードは遅いけれども変化が大きい無回転なのか、ボールの軌道というのは自由に操ることができるので、皆さんいろいろと頑張って習得してみてください。